なんですよね。僕も始めましてです。はい、お会いしましょう。飛弾セリナさんです。お願いします。お願いしますこんばんは。おかしい。こんばんは。はじめまして。はじめまして。こんばんは、飛弾セリナと申します。はじめましてですよね。はじめましてです、ね。はい、いきなり、ブログで、はい、パッと登場されたというか、はい、あ、ね、小林先生ね。あ、はい、どういう経緯で、はい、あ、なんかいろいろそう、いろいろなんか、はい、じゃあちょっと自己紹介を。あ、自己紹介、はい、今日私のデビュー曲を持ってきたんですけど、はい、タイトルがなんすか。カード戦士飛弾セリナと言いまして、はい、タイトルに名前が入ってるんですけど、はい、カード戦士、はい、だからもうこれを見ていただければ飛弾セリナです。よろしくお願いしますえ、なんかどういう経緯で、はい、ソロでやることに一人で、はい、ちょっと話す長くなるんですけどね。かいつまんで話してみてください。わかりました、はい、もともと私役者ってか芝居をしたくて、はい、で声優をやりたかったんですよ、はい、なので、はい、山梨出身で小林先生のところなんですけど、はい、ずっと声優になりたくて他の事務所に入ってたんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、事務所に入ってたんですけど、はい、ちょっと怪しげなところだったみたいで、はい、怪しげなところ、はい、しばらくいたらちょっとお金の方を請求されまして。あそうなんですよ。ありますよね。ありますよね。招待やられ、ありますよね。はい、そうなんですよ、うん、請求されまして、はい、でもこっち引っ越してきちゃったし、うん、もうどうすればいいんだろうと思って泣きながら清美先生に電話をしまして、あ、出た、清美先生の優しさが、はい、はい、そしたら、あ、違う、電話したじゃん、メール、すっごい長文の LINE を送ったらもうすぐ返してくれて、はいはい、セリちゃん元気ですかって言って元気じゃないです、元気じゃないから LINE したのにさすがですね。そうなんですよ。さすがですね。でもそれで元気になりました。あ、元気になった。はい、もうその一言で。うんうん、でそしたら、うん、なんかそれじゃあ、うん、じゃあうち私が曲書くから、はい、セリちゃんがセリちゃんの声優やればいいんだよって言って、うん、でこういうことになりました。はい。え、何？飛弾セリナ、うん、CV 飛弾セリナですね。なるほどね。はい。ちょっと曲聴いてからちょっとね。お願いします。ぜひ。ちょっと聴きましょう。はい、お願いします。これ聞いていいですか。はい、お願いします。お二人に、はい、すいません、こっちかな、こっちかな、お願いします。曲名は、曲名がカード戦士飛弾セリナです。飛弾セリナによるカード戦士飛弾セリナによるカード戦士飛弾セリナ。なるほどね。はい、じゃあ大きい、お願いします。やっぱりあれですね、R はマクセルですね。そうですね、うん、そうですね。じゃあこれ一曲入りですか。一曲入りです。はい、お願いします。はい、いきます。水辺に浮かぶ「映る未来を確かめよう」「頬に優しく触れる風の香りが君の優しさに似ていた」「変わることのない未来なんて君が決めつけてる」負けない。
とうございます。テーマソングじゃないですか。そうなんですよ。自分のね。でもこれびっくりしたのが、私最初に先生から曲できたよ、すごいかっこいいよって言われて、でレッスンに行ったんですよ。でその時電車の中で先生からあの歌詞できたよって LINE が来まして、タイトルカード戦士飛田セリナやばいと思って、やばい、ね、どんな曲なんだと思って聞いたらめっちゃかっこよくて、なんか歌詞も結構切ない系になってまして、すっごいかっこよくてびっくりしました。カード戦士って何なんですか。あ、なんかカードで、はい、まあ、皆さんを救うみたいな、そういうコンセプトで、なんですよ。はい。で、あの途中で、はい、あの2番の後ですね、はい、セリフが入ってまして、はいはいはい、そこでカードを投げるんですよ。お、投げるんですね。はい、はい、これを、これを、はい、そう、ここです、ここです。ここから出ます。はい、投げます。じゃあハート、ダイヤ、クラブ、スペード、天に届く思いをかけて君の未来を変えてみせる。はい、だ、楽しそう。なんかでもあのお分かりのように一列が目が限界なかなか止まらない、一列目が限界なんですよ。でもすごい、つうか本当になんかちょっとアニソン感もあるね。そうなんですよ。だからK&M っぽくない曲になってまして、ね、うんうん、はい、そうなんですよ。しかもかっこいいアニソン調。生さんのカード、それ矢島真由美さんじゃないですか。あのね、炎上するからやめてもらっていいですか。あの言いがかりつけられるんでやめてもらっていいですか。すいません。とか言って、でもね、なんか歌声もちょっとなんかない感じ、今までない、すごいいいですね。 ありがとうございます。ヒダさんめっちゃ、めっちゃ歌うまい、ね、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。あ、けどいきなりこれ言われてびっくりしませんか。あ、びっくりしました。それはそれはびっくりしました。ってここまで、それはっていう、なんかそうなんですよ。もう電車の中でどうしようどうしようって思って、どういう歌になってるんだろうと思って、このカード戦士ヒダセリナのところは歌うのか歌わないのかみたいな。そうですよね。まあでも小林先生が書いた歌詞ですからね。そうですね。多分ファンの方も驚かれたと思うんですよ、うん、なんかオフィシャルのメールとかで、うん、多分タイトル知らされた時に、うん、ちょっとだけ TL がざわついたんですよね、うんうんうん、カード戦士ひだせるな、カード戦士ひだせるな、えみたいな感じになってて、ね、うん、はい、まあ、そうだよな。でも小林さんはね、ファンの人動物にならせたりして ねそうですね、そう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 、やる人ですからね。このくらいのことはもう、もうね、演者側としてはもう当たり前です。朝飯前ですよ ね、 ね、そうですね。いや、はい、あ、でもめっちゃいい曲、本ありがとうございます。嬉しいです。もう、あ、この間出たばっかりなんですね。あ、そうです、4月10日にデビューしまして、すごい、はい、4月10日、4月この前ですね。2週間ぐらい前ですね。2週間ぐらい前です。何週間目ね。そう、これからどんな感じで活動されていくんですか。これから、うん、どんな感じで、うん、清美先生についていきます。清美先生次第。清美先生についていきます。私は、はい、そうなんですよ。ライブの予定とかもあるんですか。ライブの予定、明日、はい、表参道グラウンドさんで、はいはいはい、あの、うん、ミナナラさんのリリースパーティーに、はい、あれだ、ピーチ、シュガースノと一緒に、はい、ミナナのレコードの発売記念の、そうですそうです、に出させていただきます。そうそうそう、17時からです。お願いします。はい、どういったあたりでしょうかね。いやー、伊田さんちょっとびっくりしたな。ありがとうございます。さっき南波さんもおっしゃったんですけど、はい、あの K&M からちょっと年齢が突き出てるので、ね、そうなんですよ。 KM ってやっぱ小中学生が多いから。そうなんですよ。だから僕あのちっちゃい子なのに来るなと思ったんですよ。時間大丈夫かな。この時間に来れるの、出れるの、出れるのってなったんで、あ、じゃあ年齢違うんだなって思って。そうなんですよ。だから私初めてこの前 K&M の合同のレッスンに、はいはい、参加させてもらって、ちっちゃい子の中で、そう、うん、でなんか自己紹介とかやっぱオーディションの練習とかするんですけど、はい、みんなが小学何年生何歳って言ってなんかやばい私の番来るみたいな。なんて言えばいいんだろうみたいな。小学5年生、小学6年生、中学1年生になりました、うん、やばいなと思って。小学十何年生、小学十何年生、それ数えてきます今度、ね、いわゆるクレイジーケンバンドのケンさんみたいなね。何歳と何ヶ月みたいな、昭和何十何年みたいなね。エビ中の中学何年生みたいな、そう、そう、
でも年齢は非公表なんですか？あ、非公表じゃないです。あ、非公表じゃないんだ。そこそこ、はい、22歳、日田セリナですって言いました。あ、そうなんですね。はい。でも、その、呼ばれる時に立った瞬間、日田とかがボキボキって言って。わかるわかるわかる。ある、ありますよね、そういうタイミング、ね。違うんだなって思いました。ね、なっちゃいときありますよね。そうなんですよ。でも衣装、これ衣装なんですか？トランプの服で。そうです。トランプ柄の服を。これもちょっとね。はい、トランプ。トランプ。南波さん、ま、あ、いや。いや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 。だから、すぐ、ピーター・バラカさんに持ってかれちゃったんで、全然もう、小ネタも小ネタですよ。小ネタですか？本当に。はい。はい。いやいや、いいんですか？すいません、すいません。すいません、すいません。なるほどです。はい。とりあえず発売中ライブ行ってこれぜひぜひ買ってください。見てください。ツイッターもあるので、はい、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。日田セリナです。日田セリナさん、はいはい、はい、というわけで日田セリナさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、よかった。なんかなんかね、本当に僕よく言ってますけど自分のグループ名を言う曲が好きなんですけど、自分の名前を言う曲ってそんなにないから、ちょっとびっくりですけど、これいいですね。サビの最後が日田セリナ、ね、サビの決めですよ ね、決めが日田セリナってかっこよすぎですよね。カード戦士ってすごいな、まあ、想像つくもんな。ステージでなんか絶対かっこいいですよね、これ。ここの決めやられた日には、うん、なるほど、よかったよかった。じゃあ他もポンポンといきましょうかね。